はい、皆さんこんにちは、セルベサルと申します。実はちょっと2週間ぐらい前にですね、模様替えをいたしまして、非常に動線が良くなってですね、気に入っております。まあ、ここの家が住み始めて丸4年経ったんですけれども、とてもいい変化でございます。大体もう初めての、ほぼ初めての模様替えをいたしまして、ここに前ベッドがあったんですけど、で向こうの奥に突き当たりに、パソコンデスクあったんですけど、それを完全に反転させたんですよね。そうしたところ、この後ろの空間がだいぶバッチリと使えるようになりまして、でボーカルブースへのこう出入りもとても良くなったということで、最高。セルボエサールの動画で、今日はですね、久しぶりのエースプロ Vlog でございまして、で先ほどですね、私のシステムを完成させるグッズがようやく全部揃いまして、まずこのマグネットのちょっと高さが低いような足ですね、社外のやつですけど、これを買いまして、まあ、これ今日ついたんですけど、それより前にちょっと買えていたのがこれですね。これ多分国内に私の家しかないかもしれないっていう、とても珍しい製品 で何をするやつかというと、まあ、主に GoPro を想定して設計されているんですけど、まあ、基本的にアクションカムって、まあ、こういう形してますよね。でこの取り付けの軸からすると、まあ、後軸が絶対ずれてるんですよ。で GoPro の場合だと、まあ、向かって左で、 S Pro だと向かって右、ちょっと DJI がどうだったか覚えてないんですけど、まあ、必ずずれるんですよね。で GoPro の場合にバッチレンズのど真ん中に来るようにっていう風に、あれ国どこかな、まあ、海外の人がアリエクで 3D プリンターで作ったやつを売ってましてですね、それを買いました。で意外にないんですよこれ。まあそこまでネックマウントを酷使する人があまりいないからということだと思うんですけど、でこれはですね、非常にいいです。まあ明らかに手作り感はあるんですけど、例えばこのちゃんとねボルトが埋め込まれていたりとか、これ昔安いネックマウント買ったりすると、このボルトがポロッと落ちちゃうやつとかがあったりしたんですけど、大丈夫ですと。で目いっぱいこう、かしがせられるように、クリアランスとかもバッチリ考えられてて、さすがだと思いました。ただ色がですね、4種類ぐらいあって選べなかったんですけど、まあでも逆にこれでよかったかなって感じしますね。ちょっとカスタム感があるし、万が一これ外すような運用に変わった時に、まあ道具箱系のところに入れた時にこれすぐ分かりますからね。まあこれはこれで良かったんじゃないかなと思ってます。で同時にこの留めボルトをですね、短いものに変更いたしました。でもこうつける使うわけなんですけど、まあ、問題はですね、左右に今のところミラーレス一眼をつけるような想定をしているんで、左側のカメラと結構当たっちゃうんですよね。なぜかというと、このエースプロはですね、私から見て左側にマイクアダプターが出て、でそこからこう直接伸ばしているようなセッティングでいくと、どうしても左側にどんどんオフセットしちゃうんで、左側のカメラとこう干渉しちゃうということがありましたので、まあ、後軸がどうこうっていうよりも、それをちょっと右にずらしたいというところ。この位置的にはもうバッチリになりました。で今のところ2回ですね、フィールドワーク出たんですけど、やっぱり左側のカメラとのカチカチがあったんで、先ほどお見せしたネジを短くしたりとか、こういった導入をしたということでございます。であとまあ細かいところで言うと、これステレオピンマイクなんですね、 AT9911 で、これぐらいの位置にあると、まあさすがに右チャンネルばっかりで喋ってる感じになるのが違和感があったので、私は環境音を取りたいってこだわりがあるので、ピンマイクでもステレオにしたいということで、まあ、ちょっとでもこうオフセットしてよりいい感じにできたと。まあ、あとはですね、高さがねちょっと高かったんですよ。でちょっとこちらにオフセットしてるとはいえ、これぐらいの位置にあったんですよね。ほんとなんか非常食みたいな感じだったんですけど、この足を低いやつにしていろいろセッティングをまあ変えることによってですね、まあ、ここまでのクリアランスが得られましたと。でかしがせるときはこの根元の方から動くようにしてまして、上向きのアングルもここまでいけるんですよね。でまっすぐとかちょい下の時は、まあ必要によってはですね、こういう液晶を展開して見ることもできますと。
で、まあ、ここからはですね、ちょっとした、まあ、その後の使いこなしでどうかっていうところなんですけど、まず HDR の件ですね。これをちょっと見ていただこうと思うんですけど、前々回と前回と、まあ、雪の森を両方とも歩いたんですけど、前々回は日中だったんですけど、完全な曇天で HDR オンで行きました。で、画角は水平維持ありで行きましたけれども、そうするとね、なんかこう雪がなんか縦の変なグラデーションというかバンディングっていうかですね、そういうなんかかつて見たことがないような症状が出ちゃったんですよね。これ HDR 起因じゃねえかなっていうふうに疑って、で前回については HDR オフで行きました。でただこの時はめちゃくちゃ天気が良かったんですよね。で実際持って帰ったら、問題起きてなかったですね。だから基本的には、HDR オフで運用しようかなというふうには思ってますけれども、ただまあ HDR オフにするとね、余計こう低コントラストな感じが出ちゃうので、まあ、多少のカラコレはやっぱりいるのかなというところがございます。で、あともう一個がですね、やっぱりね、これもう皆さん言ってますけど、最短撮影距離が長い、寄れないんですよ本当に。これね結構大変 で、これ2回目に行った時の焚き木を拾ってるところなんですけど、全然ねもう手に持つような状態になるともうダメなんですよ、ボケちゃう。で、私はその今のところは水平維持でいこうと思っていて、で水平維持の具合とか画角の感じは、まあ画角ちょっと狭いんですけど、まあなんとか湾曲もしてないし歪曲もしてないし、まあ許容範囲なんですけど、寄れないってことはね結構きついですね。今どうやろうかなと思っていて、まあ例えばですけれども、あ、見つけたと、キノコ見つけたとなったら、寄らないでタッチ倍ズーム、2倍ズームにして、で近寄らず撮る、なんかやだなそれ。使い手にとってはライカのレンズなんかにしてくれるよりも、もうちょっと寄るレンズにしてくれるためにコスト割いてもらった方がよっぽど良かったですね。これはちょっとかなり痛いです。別にあの GoPro も寄れるわけじゃないんですけど、寄れなさすぎ。これは GoPro と比べて10センチは寄れない印象ですね。なんかちょっと飯食うような、だからもう 手の中で至近距離での何か作業っていうのがほぼピンと合わない感じ。一緒に座ってるんであれば足元ぐらいの地面とかは合うんですけど、ちょっとそこから持ち上げてなんかお見せしたいみたいなものがずれちゃうんで、ちょっとそれがなんだかなと思いますね。これでもどうしようもないよね。ワイコンみたいのが出たとしてもどうしようもないと思うん で、逆にともそれ以外はもうほぼ OK で、ちょっとやっぱバッテリーはね、エンデューロバッテリープラスヒーロー9と比べるとちょっと持ち悪い気はしますけれども、一度もフリーズとかないし、で、あといいのがね、この接度感、ボタンを押した感じが、電源のボタンもクイックキャプチャーのボタンも口ってすごい分かるんですよ。どんな状態でも分かる。で、GoPro 分かんなかったんですよね、押せたか押せてないか。押した結果のピピピって起動音がするかどうか、動き出すかどうかで判断なんですけど、これはもう、どこだろうどこだろうってグローブつけたままやって口ってくれば 100% つくので、それはもうめちゃくちゃありがたいですね。そんなとこかな。まあ、そろそろ山菜シーズンも始まるんでね、でちょっと写真動画か、まあ、風景写真撮りでちょっと根室の方に行こうと最近考えてますので、まあ、そういった時にも活躍してくれるんじゃないかなと期待しております。ではまた別の動画でお会いしましょう。さよなら。